ここは東京都文京区小日向です。バス停の名前は小日向4丁目。当時02と当時02を打つ、そして当時02、3つの当時02が止まります。背が高いタイプなので上の方は見にくい。確かに少し違うのかな。1時間に5本ほどあって便利。これは便利だ。あ、これは路線バスじゃなかった。こんな悲しいことあるんだ。目の前でバスが通過するっていう。反対側は来たみたいです。東0 2のあれは錦糸町行き。反対側のバス停、小日向4丁目。こちらは小日向ではなく小石川という地名です。反対側のバス停4時間差。こちらは多分池袋駅方面、大塚久保町小学校、池袋駅。本数はまあまあ、でも多いな。やっぱ宮古系多いな。この椅子は合法なのか違法なのかわからない。まあ近くに茗荷谷駅があるから、そこまでそこと乗り換えが可能だけど、まあ駅前っていう表記はないみたいだ。